大向き聖を、向井人氏は、中国の武術家、意見の創始者、河北昇神県儀林村に生まれる。幼名を、姓は、字は、うぞ別字は、に品、ん、は、ひとし。実戦でのずば抜けた強さから当時、国を代表する憲法の達人、国でであると、人々から称賛された。少年時代に、 形意見の代表的な達人であった格運心の平門弟子となり、形意見及びその革新である単、戦三法の老三剣と流子の二法を学び、また、四白にあたる長寿徳より、古伝の大槍を学ぶ。1913年頃北京陸軍武術伝、就所にて五行剣、十二系、雑式おもり等を教授し、1918年頃、河南、湖南、湖北、 福建省をめぐって、数々の中国武術を研究した。河南省では、須瀬少林寺の少林お章より、新岩を、古南、湖北、福建省にて、海、鉄を金昌本、法広市中より、白鶴県を学ぶ。そのエッセンスを抽出して、創意工風の末に剣を創始する。皮部においては、王がただ相手に軽く手を触れたように見える。 何気ない攻撃を繰り出しただけで、相手はまるで落雷にあったかのような衝撃を受けて、倒れてしまったという。また対戦相手は、王の動きを目で捉えることができず、まるで顔が七つあるかのようにも見えたという。王と関係のあった、武術家には、帝帝家、竜邦春、二位姿二階派やり水東、洋正光、陽清始め、あるいは五翼輝き等がいた。 王の著名な弟子には、長道心、反正派士、反星垣、陽宗君、王玉宝、日本人では、沢井圭一。十六歳の時、武器を持った数十人の土魂に襲われたが、王はこれを単身素手で,で立ち向かって撃退した。後に、王は、数が多い敵でも数人を倒せば、あとは恐れをなして逃げる。と述べている。当名著、意見、死人、王。 こう、サイツ対ベースボールマガジン社、ありがとうございます。